どうもポコガチョー、ポコガチョー、ポジです、アイキですです、カズミヤンです。本日もよろしくお願いします。大変だよ、大変だよ、ほらあ、カズさん、大事ですよ、ロケット花火は。あ、全部なくなった。あ、そうやん、全部。え、そうや、今、なかったんやね。え、天然ですか、今日。いや、なんか5発10発しかなかったでしょ。はい、使っていいもんなんかなと思ったら、使ったらいけない。いいわけねえシーズン1の感じでやってますね、今今、もうミニタップがすごくて2秒ぐらいで使い果たしたよ。たたたた記録の感じでなくなっちゃいましたね。あら、あら、もうちょっとあれですね、カズポコクラの流れをちょっともう一回思い出してみましょうか。はい、そうですね、忘れてました、はい、まずだってこのレベル上げ装置、はい、エンチャントするためにやりましたよね。そうですね、うん、そうだそうだ、初期のことをやってるんですね、私たち今。はい、まずレベル30にしようって言って、それで、はい、エリトラに耐久値をつけようって言って、うん、そう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 っていう話をして、はい、兄貴とヨシさんのエリトラを探そうって言ってそうだねつまり一つ一つのロケット花火はめちゃくちゃ貴重なんですよ今。何してくれてるんですか今ので、そう、うん、兄貴とヨシさんのエリトラがちょっと遠くに行った、ね、あーそうだね何してくれてるんですか。まあ、というわけで、まあ、今回やることもいっぱいありますね。増やしたんすよ、一言。ちなみに、あの、エンチャレベルのほどちょっと皆さんにお聞きしたいな。ヨシさんは？僕25ですね、今。お、結構ある。うん、え、アイキーズは？ちょっとだよね。9ですね。え？え？裏でちょっと死んじゃった。あー、そうなんだ。あ、はいはい。な、天使は？22ですね。おお。うち21。あ、結構ありますね。本当だね。ヨシさんが一番有望っていうね。そうですね、僕もとても、あ、でも、そっか、エンチャントレベルは使えばいいんだって。はいはい、なんとか今回ね、はい、前編後編あるんで、うん、エンチャント30レベルマックスで、はい、ね、行っていきたいなと思います。あれ、その前に、うん、はい、エンチャントテーブルとか本棚、はい、それ自体が必要じゃないですか。おい、何気、例のもん出せ、何気これっすか、これ例のもん、傘レイドも見ますよ、ね、これでしょうか。いや、今日一番のアニキーズの見せ場なんでちょっと大事にして手柄の横取り感がすごい用意させといたんだよ、ね、あのうち本とか一切なかったんですよね。これはアニキーの完全な努力なので、ね、うん、ちょっと裏クラでね、おお、アニキーがもう夜も忙しいのに、夜のアニキーと呼ばれてるのに、夜のアニキーはまたいいのか。そうこれがアニキーの数時間を結集して作られた。はい、うん、あ、すごい嬉しい、ね、あ、ほんでこれでもう気軽にエンチャントができるようになると、そういうことですよね、うん、あとラピスラズリというものは、あー、拠点にあるんじゃないですか、うん、ありますよ、今まで散々ポッカ、ちょっとここら辺綺麗に整えてっていいですか。そこ、そうですね、モンスターに殴られ放題だもんね、超しょぼいんで、ここに拠点を作っても、ここに拠点作ってもいいよね、確かに。あー、確かにね、そこ、そうね、そのまま家にすっか、じゃあ、そうだね、あ、それいいかもね。ちょっとデザインもね、整えていきますわ、デザインも。これちょっと、はい、許せないっす許せない、中途半端な感じ、許せないっすやっぱり熱いものが込み上げてきますから。そう、やっぱこういう中途半端一番嫌いなんでこれらを作ったのは僕らですけどねそうだね、みんなであれ、そっか、これ偶数だから先端に寄らないんだ、これ。あ、これ気にならないですか。いや、これ気になりますね、俺。あ、なるほど、じゃあもうエンチャントテーブル自体を別の場所にしましょう。エンチャント別にしましょうか、キーズさん、はい、キーズさん、これキーズさん、はい、キーズアインキーのキーズさんよ。んなら、あ、夜も来るのでレベル上げプラス、はい、火薬あ、そうですね、何回このくだりやるんですか火薬を取りに伺いますか。あ、みんなの好きな火薬を。待ってろよ、今ね、もう本当に、そうは言ってもちょっと、そうですね、うん、朝方ギリギリ寝たいですね、ちょっと、うんうん、いっぱい欲しいでしょ。こんなもん
かな、材料的に。ベッドが黒いのがなんかダセえな。ちょ変えてくださいよ。はい、任せてください。変えてくださいよ。もう燃やすもんとかなかったかな。そういうの許さないんで。よし、ほんなら頑張ってエンチャレベル上げ、はい、そしてクリーパー狩り、はい、エンチャントテーブル台の建造物作り、はい、欲張りだな頑張っていきましょう。はい、しょー。ここら辺もある程度のマッキーをして、ある程度のマッキーナイス。やっぱいろいろエンチャントしたいやつがあるんだけどね。そうですね。まあでも、一番は本のエンチャントからですからね。そうですね。本とあと耐久ですね。耐久をつけないといけないですね、エリトラに。そうですね。あの本に耐久をつけるんですよ。はい。そのイコールですよ、イコール。いやもう頑張りますよ、そんなもの。イコールですよ。分かってます。頑張りますよ。ちゃんと確認しとかんので。はい。あのレベル30では、うん、ワンチャンですからね。33からなんで、はい、そうですよね、はい、ヒューマンエラーってあるからね。ヒューマンエラーそれをなくすためにも言ってるんですヒューマンエラーはあるから本当に気をつけないとね。そうですね、うん、何があるか分かんないですからね、うん、この世界。花火とかね、やっちゃったね、あれは完全に。あれは絵に描いたようなヒューマンエラーでしたねそう、ちゃんとスタートするときに打っちゃダメだよっていうお互いの確認が欠けてた、あれは本当に。そうですね。あ、僕らも悪いけど。やっぱヨシさんが良くなかった。なんでやって。カラスケって。ヨシさんが機能してなかった。何やしたけど俺が責められとる。止める役。そういうのありますよね、本当に。なんかごめんなさい。今日の調子欲しいです。本当に気をつけないとね。あ、でもこれ一夜で結構レベル上がるかもしれませんね一晩経てば。そうですね、うん、確かに。やっぱ敵は無限、あ、パッパッ、よいしょ。クリーパーを、そうだね、主に倒していきたい。火薬の数今言っていいですか。はい、はい、頑張って、ゼロ。え、じゃあなんで報告めちゃくちゃありますよ。え、だったらクリーパーしか買ってないですからね。アップ、うわー、やべ。最後に言いますけど、え、2個ずつとか手に入りますよ。やった。ほらもうそこにも4匹いるし。お、でも多いよね、はい、結構出る。え、お、小道の残骸買ってるんかなこれ。さっからスケさんとかを買ってるんや、うちは。なるほど、うん、あ、ほら、うまいこといくと。あ、やった、 CD ゲット。おー、ナイス。スケルトンにクリーパー倒させたで。うん、またなんかわけのわからんポイントを言うんでしょ。なんでわかったの今。追加ルールがカズさんあるあるですね。10ポイントって言おうとしたら。いやでもだいぶ枯れましたよあれから。ちょっと発表会しましょうよ。いっぱいです。な、拠点集合。はい。さあではちょっと、はいはい、頑張って集めたのを。はい、はい、火薬の話ですよね。火薬の話ですね。で僕今この蜘蛛の目を置く場所に僕置くんで。あ、じゃあ僕はブレイズパウダーのところに。はいはい。じゃあ僕剣のところ。はい。じゃあ僕の矢。はい。で行きますよ皆さん。はい。行きましょう。せーの。負ける気がしねえか。多すぎるじゃん。え、何それ。え、うちこれ10ポイントつけても最下位じゃない。そうですね、13ポイントですもんね。全然です。10ポイントつけてもまあこれで一応ね、うん、火薬問題、はい、解決できましたの で、ね、あとはちょっと今ここに神殿じゃないですけど、神殿かエンチャント台のテーブルだけちょっと設置していきたいなと思います。こ、はい、っちから見ると偶数か。待ってね。1,3,4,5,6,7,8,9。あ、この偶数だ。こっちから見ると、あ、じゃあ奇数だ。なんか知らんけど奇数や。なんかこっち方面につければよかったんか。これそうですね、ここなら。こういうこと、真ん中か。あ、そうっすね。もう一個でも、手前でも。手前ですね、うん、これ。あ、これだ。こう OK、こう OK。あれ手前すぎた。めっちゃ手前ですね。ちょうどいい手。投げ。ちょっともう壊れてもって、壊れてもって、ちょっと、もう一枚す、後ろ。おー、そこ。こういうことね。本は誰か大量に持ってるんですね、じゃあ。はい、うちが今、ちゃんと、どっちを正面にするか問題もあるからね。こんな、こうで、はい。もう、こんでほぼ完成なんですけども、やっぱね、やっぱ屋根つけないとね。そうですね。屋根というか、壁張りましょう、壁。敵侵入してきますよ、だって。やだ。え？え？やだ、敵。敵侵入やだ。あ、敵がやだ。うん。あれ、このガラスのせいでちょっと。ガラスのせい。ちょっとなんか柱ここ3本、え？あれ？あれ？あ、ほんとや。設計ミス、これ設計ミスがあるぞ。出ますよ。はい、ここで。はい。それぞれちゃんと色をつけます。あ、いいですね。ありがとう。ほんとに、本当に壁張らんたかんね、本当に。こう区分には
問題ないか。こんにちはしてこんか。あ、そっか。むしろこっから攻撃しやすい。おわ、あ、いけますね。ねえ、この間をすり抜けるホセゾミが出てきた。ホセゾミがアップデートで、あ、ダメージ食らうね。でも攻撃してくるな、これ。うん、ダメージ食らう。おわ、いいのできた。ちょっと待って、あと屋根張ってあげるわ。屋根攻撃してくるんすよ。え、大丈夫大丈夫。屋根張るわ、今。若干離れてみて。お、なんかぽくなったじゃないですか、こんだけで。これはなんかタープみたいな。うん。で、あと敵の侵入を防ぐために、こうやってしっかりと囲ってあげると。ほんで敵入ってこれるのかな、一緒のやつって。これは入れんすね。お、入ってこれない。完璧じゃないですか。でも、しこたま矢は打ち込まれますね、これ。こういうことね。矢はしこたま打ち込まれますよ。ほら、ちょっと狭くしたで。ちょっと狭くした。石の家っぽくなったね。あ、すげえ重厚感があります。圧迫感というか。重々しい。ほら。これ、こうやって板ガラスの方がいいんじゃないこれ。ここすごい重厚感だよ、だって。変な気持ち悪いっすね。ほんとだね。なんだこれ。なんだ、みんな文句ばっか。ちょっと壊さんとかじゃん。都会っ子なんで僕らやっぱ。あら、ここに1個ブロック入れればいい。ブロックここに。そういうことですか。うん、ブロック入れよう。トマスガラスなんでこれ棒やん。ここ見て、ここなんか言ってるぞ。いくぞ。ほら、ここにこれ壊して、こうすると、はい、ほらなんか余計なんで、なんですかこの出っ張り。なぜ下がんね。めちゃめちゃ気になるけど、斬新すぎるデザイン。これの直し方は、柱を1マスブロックにするが一番ですね。そうですね。ああ、なるほど。柱をこういうことですね。あ、だから斬新だったのか。僕は何かを間違えてました、今。本当ですね。うん、何かを間違えてましたね、これ。ゆっくり改めてください。うん、こうですわ。これで綺麗な、あ、本当だ。拠点が鑑定したということで。そうですね。そして気がつくと、エンチャントレベルも30に到達してる人も。皆さん行ったんですか。あ、行った。今行った。あ、お、行った。行きました行きました。完璧でございますね。うん、というわけで、拠点完成ということで、前編こんな感じで。あ、待って、ドアつけなきゃいけないよね。ここドア、ここが甘いですよ。ほんとだ。いや、ドアもそうです。ここちょ、待ってちょ、ここガラスじゃないです。こうだね。ほんで扉つけたら完璧。ほんでここね。あ、こんにちは。こんにちはでお願いします。とっさに出てこんかった。行けたかい。うん、行けましょう。あ、もう完璧じゃないですか、ここ。モンスターが近くにいるため出ません。あ、そっか。あ、やべ、飛んだ穴があった。倒していけ。なんでいけるか。下も湧くしね。そっか。あ、いけた、寝た。何のために色。よく寝たというわけで、前編こんな感じで終わりたいなと思います。はい。で、後編では、まあ、ヨシさん1回エンチャンができるということで、そうですね。まあ、そこを綺麗に決めて、はい、素敵に、つなげていきたいなと思いますので、また、概要欄の後編、どうぞ見てみてくださいませ。お願いします。はい、それでは本日はこんなところで、また後編でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。